はい、そのいい知識であればあるほど、あのいろんな人が使いやすい知識であればあるほど、はい、やっぱ広まるべきだとは思うんですね。そうですね、はい、でもやっぱりそれをうんと発信の仕方一つで広まるのか広まらないのかっていうのはすごい。でも安子先生とかも言ってるともう90分の試合は、ね、終わったら、ああそうなんですね、細切りで5分とか5分とかいっぱいある、で自分 の, その見たいとこだけを見れる。そう、Hello there! 始まりました、モチェチャンネルです。今回はですね、再び大渕先生にお越しいただきました。はい、ありがとうございます。ツイッター上のカリスマ大渕先生。はい。ね、本当に恥ずかしい限りです。で、そうです。今度ですね、大渕先生もですね、講師オーディションに、はい、出ていただきますので、はい、皆様もですね、この応募していただければ。はい、ぜひ。で、あの、そう、講師オーディションっていうのずっと考えてたんですよ。はい。で、僕が、うん、もうやろうやろうって思ってて何年もですね、うん、で本当は最初生授業でこう見たいなと思ってたんですけど、はい、うん、まあ、それだと全国の人を呼べないから、うん、東京、ね、関東圏の人が有利になっちゃうんで、はい、だったら映像にしようって言って、はい、でただ映像はやっぱちょっとハードルが高いみたい で、 そうです、ね、自分でやる人がなかなかいないんですけど、うん、映像にしようって決めた理由が、はい、大渕先生のツイッターだったんです。そうなんですか。あれで、あ、これだっていう。あ、なるほどなるほど。気持ってるより、あの、やりやすいとは思うんですよね。実際ちゃんと編集もして自分が思った通りにできるので、あの、工夫のしがいはあるとは思うんですよね。そうそう、ぜひぜひこの、そうですね、ツイッターで大木先生を見て、くそ負けてるかとかですね、はい、大口なんかにみたいな、大口なんか負けてたまるか、俺の方が上だとかって思ってるんだったら、ぜひですね、はい、そうですね、もう全然、はい、あの、戦いに来てください。はい、もう一緒に頑張りましょう。はい、ね、うん、すごい楽しい、なんか祭りだなと思って参加させてもらおうと思って。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。で、始めたきっかけ何だったんですか、ツイッターの。で、なんか考えつきそうなもんじゃないですか、みんな他の人も考えつきそうなものだけれども、はい、で、まあ、ツイッターってあれ時間決まってるんで、はい、流せるのが、ね、はい、そうなんですよ、この短い時間で、まあ、それもあって、はい、そう、あの、時間設定したんですよ、うん、あの、3分以内にして。あ、なるほどですね、はい、リコードの理由は、はい、やっぱり見せられる人は1分で分かるんですよ。なるほどなるほどなるほど。武藤先生があの、はい、関先生の講師オーディションで、はい、優勝した時も1分以内で決まってたんですよ、もう。あ、そうなんですね。1分以内で、うわ、あ、もう彼が、あ、もうダントツ1っていう。なるほど。満場一致みたいな感じでもう決まってたんで、やっぱりそのツイッターってあの短い時間で、うん、はい、あの、内容結構やるじゃないですか、はい、結構な内容やるじゃないですか。そうですね、はい、だからやっぱり2分であれだけ見せられるわけですからね。いやいやいや、もう本当に僕らが知らないことをやれとかっていうのは全くありませんので、はい、あの、知ってることで構わない、うん、見せ方を見るので。なるほどなるほど。みんな知ってることでいいので、うん、それでどう違うかっていう、内容っていうよりもどう見せるか、そうです、どう見せるかっていうのはやっぱ1分で分かっちゃうので。メモで、ですね、全くもってもう話がぐわーってなっちゃうんですけど。全然大丈夫です。始めるきっかけは何だったんですか。あの、始めたきっかけは、あの、もともと、まあ、あるアカウントの、まあ、仲良く今させてもらってる、はいはい、子がいるんですけど、はい、その子がその英会話、はいはいはい、なんかこれから、あの、まあ、ある英会話を使って、記録動画を上げていきますよみたいな動画を上げてたんですね。で、あ、すごいことやる子がいるなと思ってたんですけど、まあ、ぶっちゃけ僕、いや、そういうのすごい、なんか毎日とかやるわけだから、それはちょっとすごいな。自分がこうどう上がっていくかみたいな。そうです、そういうのを見せるよっていうのを企画でやって、すごいこうバズってたんですよね。だから目に入ってきたんですけど、そしたら、あの、友達に結構推しが強い子がいまして、全然英語業界とか関係ないんですけど、お、大口、お前もこういうのやれやみたいな。で、結構僕、あの、そうやって言われちゃったら、あ、まあ確かにやった方がいいかなとか思って、うん、じゃあやってみようって思って、まあ、軽い動画をこう上げたんですね。はいはい、で、そこで、まあ、いろいろ反応とかもあったんですけど、まあ、僕がずっとこの英語をこう喋ってる動画を上げ続けても、うんうん、なんかそんなにこう、すごく、それでが例えば、なんていうんですかね、ちゃんと講義調になってるような英会話動画とかならいいんですけど、やっぱ一人でその演技やってとかちょっと厳しいなと思ったんで、
あのだったらやっぱまあ僕も予備校講師だし、まあ、直接あの生徒のためにもなると思ったんですね、うんうんうん、今教えてる生徒も見られると思ったんで、ちょっと授業でやりきれなかったからここ見といてよプラスアルファみたいなのでやりやすいじゃないですか、そういうのも含めて、あ、じゃあ動画上げればいいんだと思ってやり始めたのがきっかけです。へえ、はい、そういう感じでスタートしたわけなんですね、はいはい、あれどうやって撮ってるんですか。あれはあのもう iPhone です。あ、 iPhone でこれで iPhone で、はい、iPhone でどこで撮ってるの。あれは、僕の予備校があるんですけど、僕のその共有してる感じ、はい、違います僕のあの勤めさせて僕の勤めさせてる方勤めさせてですね、もう自分の予備校だから他の人が困る。ちょっとなんかあの僕が勤めさせていただいてる、はい、予備校難しいですね、私益統計。そうですね、難しいですね、はい、予備校がありまして、そこの、まあ、ある部屋が、ちっちゃめの部屋があるんですけど、はいはいはい、そこでよく僕、作業をさせてもらったんですけど、はいはい、そこにこう、まあ、一応ちっちゃいホワイトボードがあるので、はいはい、そこでこう、あ、ここうまく撮れるんじゃないと思って、まあ、光もうまく入ってくるような感じだったので、はいはいはい、そこで撮ってるっていう感じです、ね。へ、はい、そうだったんですね。はい、NG 集とかもちょっと一時期出してたりとかしたんですけど、そうなんですね。まあ、確かに NG 出ますもんね、はい。そうなんですよね。この間の歌ってる動画を上げて、はい、そこで。あの動画ですね、はい、あれめっちゃ面白いですね。あの歌ってる動画で NG もあったんですけど、この NG 集出すかあの IF の省略の SHOULD のやつ、そうですね、 SHOULD HAVE YOUR あれめちゃくちゃ面白かったですよもうちょっとバズってもいいんだけどな。そうだよね、あの大口先生に協力してもらうしかないいや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 、じゃあもうあのこの後じゃあもう僕がパッとあのトピックどうやって決めてるんですか。ワンポイントでやりやすいところですね。ああ、なるほど。ただあのなんかシリーズものでやったことも結構あるんですけど、はいはいはい、意外と弱いんですよね。あ、そうですね。飛び飛びで見ますからね。はい。続けてってなっちゃうと。そうなんですよね。だから中不定詞のそれこそまあなんか名詞的用法、形容詞的用法とか副詞的用法とかをこう流れでやっちゃうと、もうダメだったん で、ね、だからワンポイントですね。完全に語法系の金田一よりもコナンみたいな、はい、あ、そうです。金田一少年みたい に、こうずっと同じ話をこう長くやるんじゃなくて、コナンみたいに完結、1話完結、そうです、そうです昔よく使われてた例なんですけど、古いね。そうなんですねアメリカでも1話完結の刑事ドラマとかが人気があるのが、どっから見てでも OK っていうのがあるんで、見やすい。そうですね、シリーズ版でやっぱ見るってやっぱきついとは思うんで、僕としてもなんかやっぱ授業ってずっと長く、ね、あのやってるんで、その説明がこう一貫性があるというかつながってますけど、はいはいはい、やっぱぶつ切りになると、はいはいはい、結構みんなからしてもあれ昨日の内容なんだったっけなとかってなっちゃう、はいはい、次回のがたくさんあるっていう時代だと思うので、はいはい、細かく分けてですね、はい、でも本当に安子先生とかも言ってるんですよ、もう90分の時代は終わったと。ああ、そうなんですね。細切りで5分とか5分とかがいっぱいある、で自分のその見たいとこだけを見れる、その時代がやってくるって言ってたんで、うん、ですね。まあ、文法とかやっぱ語法の話ってやりやすいんで、そっちのやっぱそっちの方がやっぱこうきました、じわじわこう上がってくるのは。そうですね、徐々に徐々にっていう感じですけど、はい、いや結構でもツイッターとか長くやってる人からすると、はい、多分こうですよ。ああ、なるほど。こんなこと言うのあれなんですけど、まあ、運が良かったっていう感じだと思ってます、はい、僕なんかも見てて、はい、ああこの人来るんだろうなって思ってました。ずいぶん前から思ってました、ずいぶん少ない頃から思ってましたよ。あ、そうなんですね。そうだ、やっぱり多くの人やらないので、はい、あれはやらないじゃないですか。そうですね、やっぱりまあ本当にね、正しいかどうかとかもやっぱり難しいと思うので、はい、まあ、そういうところのやっぱりなんかハードルみたいなのはあるかもしれないですね。今さらプロの人たちがなんかこう出てきてそういうのとかやらないでしょうし、うん、はい、批判とかにさらされるっていうので、はい、そうですね、もう多分耐えられない人が多いと思うので、はいはい、どうでした。結構 やっぱツイッターってあんなんだって汚い汚いですねいやいや、もうそんな汚い世界に行くわけじゃないですか。いやいやあ、なんかトラウマでもいやいや全然、だから匿名性を使った、まあそうですね、はい、なんかヘドロみたいな人っていっぱいいるわけですそれもうトラウマじゃないですか、はい、そのいい知識であればあるほど、あのいろんな人が使いやすい知識であればあるほど、はい、やっぱ広まるべきだとは思うんですよね、はい、でもやっぱりそれを
発信の仕方一つで広まるのか広まらないのかっていうのがすごい変わってくるんで、はいはいはい、なんかそういうのはこう学ばせてもらったりとか、まあ、それはやっぱ授業とかにもすごい、あこういうふうに逆に言葉使った方がいいのかもなとか、あーなるほど、いろんなことに役には立ってます。へえ、はい、いいですね。よし、じゃあこれから僕も、はい、いっぱいやり始める前に本当は1時間くらい喋ってましたけど、どれも使えないって、全く使えない話だった。でもそこも笑いが絶えなかったすいません、流せません、はいはいはい、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします、はい、しします。そして大口先生のツイッターもですね、よろしくお願いします、はい、します。ではまた、すみません、 See you next time、はい、See you next time、 Bye。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.